ゲストをお迎えしています。本日東証マーザーズに新規上場しました証券コード四一九二スパイダープラスの代表取締役社長伊藤健二さんにおいでいただきました。伊藤さんおめでとうございます。ありがとうございます。えー、なかなかユニークな、うん、初めてですねこのコーナーで T シャツでおいでいただきました。はい。<laughs> はいえー もう商い始まってますね。はいえー、公開価格1160円に対して1722円、うん、まあ5割近い高く高いところで商い初値がつきました。はい、どんなお気持ちですか。そうですね。あの非常にあの高い評価を得られたと思っております。感謝しております。えー、人気のスタートを切りました。スパイダープラス。 一体どんな会社なのか、まあ事業内容からご紹介いただきたいと思います。こちらにですねプロフィールがあります。うん、どんな事業です。I, I C T 事業が中心。そうですね。あの、はい、我々ですね、あの建設業テクノロジーで、えー、生産性のですね向上にですね、はいうん、お手伝いしたいというところからあのこの I C T 事業というのを主軸にですね事業を行っております。はい。 こちらにそこら辺のところ、ICT をどういうふうに使っているかと,と、建設業をするはい、はい、そうですねあの私自身がでもともと建設業の出身ということもあってですね。うんはい 建設業界の IT 化の遅れというのが非常に目立っているというか生産性が低いというところを非常に日々感じている中でこういったものをテクノロジーで生産性を向上できないかというところからこの事業をスタートしたという経緯になります DX 化が必要な建設業、よく言われますけれども実際に昔は 3K とか言われた業界でしたですよね。 今の流れはこんな形で整理されています。 こちらなんですけれども建設のです、ねうん、国内の投資額というのが63兆円程度というのが比較的横ばいでいくだろうというふうに見られていると、はいまあ、そういった中で,です、ねあのまあ、人手不足というところで建設業は特に人手不足というところとあと働き方改革というところがです、ねはい、非常に問題になっていると、うん、そういった中で、えー、直近です、ね投資額、IT 投資額というところが3.7倍というところでこちら まだまだこの IT 投資額というところは伸びていくであろうというふうに我々は考えておりましてそういった中であの我々のようなプロダクトというのが今後より一層広がっていくのではないかというふうに考えております IT 投資はさらに拡大していくということですねそんな中で御社が提供するプロダクトをより具体的に見てみましょうかね。ねはい これがそうですねはい当社のですねプロダクトというのはですねゼネコンさんの着工ですね現場の着工から始まって、はい、その後のですねサブコンさんそしてその後のですね完成のですね竣工前の検査ですとか、うん、そういったデータをです異、ね、次元管理をするといったところで、うんうん、直近ではあのビルの管理会社さんですとか、はい、そういったところにもですねあのお使いいただくというような形で一気通関で使えるようなアプリケーションになっております。うーん これがそのですね 画面になってますすねねそうで一つの図面の中でもさまざまな検査ですとか写真の記録ですとかそういったものを残していくとそういったものが今までは紙の図面で持ち運んでいてデジタルカメラで撮影をしてそれをでこで帳表というような形で出力するエクセルで作ったりですねそういったことにものすごい時間がかかっていたといったところを当社のプロダクトですぐに帳表の出力ができるですとかあとは各種 いろいろな検査があるんですけれどもその検査というところですね検査機器と我々のスパイダープラスをつなぐ Bluetooth で,ですねつなぐことによってこの検査のデータもですね瞬時にスパイダープラスに取り込んで出力することができるというところで大幅な時短になっているというふうに考えております、うん。うんまあ、建設現場というと あの現場監督さんが、大きな図面をこういつも持って、こううろうろしていて、という、はい、そんなイメージですよね。はい。そ,うですね、それをこのタブレットを、はい、あるいはスマホに代替させるということなんですね。はいはいはい、はい、おっしゃる通りです。あ、はあ。そして、より仕組みとして、こんな図があります。 はい、あこれ我々の,あのビジネスモデルなんですけれども、えー、こちらですね我々 1ID ですね、えー、で、えー、お金をいただくというような s a r、うん、スビジネスになっておりまして。 現状、ですねあのかなりのお客様に使っていただいているんですけれども、まあ、その中でできるサービスの内容というのが、先ほどお話ししたようなですね、うんえー、図面のペーパーレス化であったりとか、うん、写真の整理、検査というようなものですね、うんはい、そういったような形になっております。うん、でこれ、もすべてクラウド上で管理されているのですぐに情報が共有できる、うん、あとはあの指示出しとかですね、そういったことも可能になっているというような、はい、プロダクトになっておりますこれ、現場ではどういうふうに。まあえー タブレットだけ持ってればスマホだけ持っていればいいということでもあるんでしょうけれども残業時間がなくなるとかっていうような形で結構便利になってくるわけなんですね業そうですね、はい、あのやはりです、ねあのまあ、一つの例で言いますと例えば3人で検査していたようなあのものを1人でできるようになるですとか。ええはい まあ、あとはですねやはりその先ほど申し上げた帳票の出力というものが半日かかっていたような作業がものの20分とかそのぐらいで作れるようになったりですねそういったところで我々の,そのお客様のお声で言,うあの言いますと本当にあの月に20時間程度削減になったというようなお声も、まあ、働いている人にとっても、えー、残業時間余計な残業しなくても済む。 そうです,、ね、ですよね。はい。あとはやはりその人手不足というところで一人の方が多くの仕事をより多くできるというところですね。すねはい。わかりました。そしてこちらに業績の数字を持ってきていただいています。これはまず左側の棒グラフが売上高の推移、過去四期間そして今期二十一年十二月期の予想数字になっています。右側にあるのはその売上構成比ですね。 えー、ICT 事業あ、まあ、それがスパイダープラスの事業ということですね、黄色い部分が。そうですね上の方にあるのが、はい、エンジニアリング事業部ですか。はいはい、こちらのもともと、卒業でやっている、えー、熱絶縁工事という方ですね。はい どううでしょうか前期に比べると今期は縮小する見通しということですねそれで下の方の黄色い部分、ねはい、まあ今、主力の ICT 事業が着実に拡大しているとそういう見通しになってますかね。 熱で善行時に関しましては、うん、今期です、ね、2億6億六千万程度の売上なんですけれども ICT の方ですねこちら19億ということで、えーのまあ、成長率としては30%超というような形になっております。ででででですすすので、えー、昨年ではですね、えー、約ですね約、えー 75%程度が、ね、ICT の売上比率だったんですけれども今期は9割が ICT 事業になるというところで、うん、あの投資家の皆様に見ていただきたい数字というのは、えー、こちらの部分になるかというふうに考えております ICT の伸びを見ていただほしい、はい、ということですね、現在9割、えーでえー、さらにそれがです、ねえー、過去これはあ、年平均の成長率が123%。はい という形ですねえ。はい、スパイダープラスの売上高の伸びえ、はい、急拡大しているという形になってますね。はい、そしそんな状況ですね。あとは現状ですか？こちらは、はい、カスタマー。 契約会社さんそうですね契約者数で約800社社はいであのユーザー様ですねが3万 8000ID 超という形になっておりますこれは実際に使ってられる方そうですね3万8000いるとはいいうことでしょうかねはいで解約率も0.6%とかなり低い数字になっているとですね使った人は便利ですからずっと使い続けていただいているとそうですねはい継続率が非常に長長いはい ああそうなんですね。わかりました。えー 先,えー、先ほどの今期の見通しですね、えー、売上高は順調に拡大、2桁の伸びが続く見通しなんですけれども、えー、営業利益、経営利益については、はいあ、赤字という見通しをご発表になってますよね、はい、そこら辺の背景をちょっと説明していただけますか。はい、そうですねあの、そこに関しましては、えー、今期ですね、あの今回のこの IPO によって得た資金ですね、えー、こちらをですね、 人的投資というところとあとはプロモーションですね、ああそちらのにあに大きく振って、はい、さらに成長を加速させていくための木だと考えておりますそこはやはりあのサー r ス企業としてえ<っ>、えー、売り上げのです、ね、トップライン<っ>こちらを伸ばすというところに注力していくというふうに考えております、はい、分かりました、えー、積極的な赤字という感じでしょうかね、はいえー、改めましてあのスパイダープラスの強みを整理していただけますか。はい そうですね、あのまずです、ね、我々は非常にです、ね、安定した顧客基盤を持っているというところがあの強みだと思っております、えー、そしてです、ね、ネットワーク効果と成長性というところでやはりあの直近あのかなりお客様が増えてきているという中で、うんえー、導入者数です、ね、こちらがかなりあの増えてきていると、うん、直近でもうあの3年間で7倍にまでなっているというところと、うん、あとは NRR、ねうん、が145%というところでこちらのお客様がです、ね、昨年使っていただいていたものが100とした時に、まあ、145% 5%に成長しているということですので、うん、こちら、かなりです、ね、手厚いフォローをしているというところからこの数字がマークできているというふうにそして今後の成長戦略、どういうふうにもちろんです、ね、国内のユーザー数を増やしていくというところは、まあ、あのもちろんのことなんですけれども、うん、あとはあ、まあ、ホリゾンタルにです、ねえー、紙を使うようなです、ね、あのいろいろなあの 例えば工場であったりとかですねいろんな分野での領域の拡大、あとはですね新しい機能を追加することによってさらにユーザー数を拡大していこうというふうに考えておりますわ、うん、かりました、えー、最後に、はいえー、今、番組を見ていただいてます投資家、株主の皆さんにメッセージを送っていただけますか、はい、こちらのカメラからお願いいたします、はいえー、本日、上場いたしましたスパイダープラス株式会社、えー、代表の伊藤と申します。 今後もです、ね、我々あの建設業界の生産性向上のためにです、ね、少しでもお役に立てるようにです、ね、頑張っていきますのでどうぞ応援をよろしくお願いいたします建設業界、まだまだですそ、ね、の広い業界ですから、はい、まだシェアの拡大余地は十分にあると,、はい、と見ていいいんでしょうか、ね、はい、おっしゃるとおりです。 わかりました、はい、え本日マザーズに新規上場しましたスパイダープラスの伊藤社長においていただきましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました